どっちよっす。はい、今日なんですけど、お待たせしましたという感じで、クードス、20年秋冬一発目ファーストデリバリー、来ましたのでご紹介していこうかなと思います。一発目はですね、半袖の T シャツとバックパックリュックスね、こちらになっております。はい、今すぐ着れる半袖の T シャツ、何かプリント T とかね、お探しの方どうでしょうという感じでこちらです。フォーエバーヤング T ですかね。フォーエバーヤング T と書いてありました確か。はい、フォーエバーヤングという感じで見てください。こっちの方が分かりやすいかな。白黒両方ありまして、両方ね、銀のシルバーのこれプリントなんですよ。実はリフレクターではありません。銀のちょっとキラキラとした感じは、ちょっとラメっぽい感じ、あー伝わるかな、ちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、ラメです。ラメっぽい感じのシルバーの、ラメでもないんかな、なんかキラキラした感じ、あー飛んじゃってます。はい、ちょっとカメラ越しだと伝わりにくいかもしれないですけど、はい、プリントでございますね。でここにボディのところ2020、21、22、23、24、25、フォーエバーヤングみたいな感じと、このなんか絵文字っぽい感じ、絵文字なのかこのアイコンなのかね、なんかいろんなね、このファイルなのか、なんかこれメールのなんかこのね、ポストみたいな感じ、十字架とか太陽っぽいのとか、なんかこのドクロとか、なんかこれがちょっとこうガーと、はい、入ってます。まあどういう意味なんでしょうね。今期もテーマはね、マインドセットということで、基本的に白黒2色みたいな、カラーパレット2色みたいな、すごいこう何て言うんですかね、極端だというか、はい、そういうようなシーズンになっておりまして、何かあるんでしょうねこれがね、何かしら、まあ皆さんの解釈にお任せしますが、まあ僕はなんとなくね、これなんかこうワークハードワークハードみたいな、それでいいんですかみたいな、なんかそういう感じの、ニュアンスを僕は受け取りましたって。まあそれは一回置いておいて、はい、 T シャツと、はい、バックパック、これ実は昨シーズンとのちょっと継続品番でございまして、昨シーズンのものはうちのお店では入れてなかったんですけども、はい、今シーズンちょっとこのバックパック、入れました。まあ、ここが、これはこのままちょっと紹介しようかなと思うんですけど、ここがね、自転車のハンドルだということでおもろくないですか。チャリのハンドルの、この素材、パーツを使ってるっていう感じ、はい、っていう感じです。だからね、一応その面白さもありつつ、実用性もあって、なんか安定感がやっぱありますね、非常に。なんかこの普通のなんていうの、テープというかあれだと、まあこの重力がかかるのがね一点じゃないですか。でもこれがちょっとこう分散されますし、持ちやすいし、グリップも効くっていう感じで、はい、で、まあこのハンドルが、まあ一つポイントとして面白いので、あとは機能性も十分でございまして、中もね、はい、非常に容量も、これ何リットルくらいなんですかね、結構まあデイパックくらいで、デイパック以上の収納力があるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ例えば通勤ですとか、まあ通学とかでもいいのかな、通勤通学とか、まああるいはちょっとした一泊くらいのね、一泊二泊くらいだったらいけんじゃないっていうくらいの容量です。ちょっと背負ってみますか。はい、一泊二泊くらいだったらいけんじゃないかな、季節にもよるかと思うんですけど、なんかちょっとしたこうなんだろうな、旅行じゃないけど、なんかそういう時にも使えるくらいの容量があります。はい、で、ポケットがね結構いっぱいついてて、ここの上にもポケットついてます。まあ、ちょっとしたものがね、なんだろうね、定期なのかな、なんだろう、定期入れだったりとか、まあ、あとはここはね、工藤さんがカメラをね、がお好きで結構写真撮られるということで、ここに例えばフィルムとか入れてたりするらしいです。工藤さんのフィルムですとか、まあなんかなんだろうね、何でもいいと思います。タイマーとかでもいいのかな、ちょっとわかんないですけど、お好きなものを入れたらいいと思いますね。はい、あともう一個この外側のポケット、まあこれはどちらかというとまあ一般的なね、バックパックについてるポケットって感じで、ピスネームもついてて、昨シーズンはね、ここがね青だったんかな、青だったんですけど、今シーズンはやっぱカラーパレットが白黒っていうことで、はい、全部これはブラックです。全部ブラックなんで非常に使いやすいし、容量もあるし、ちょっとこういうね、普通のバックパックとは違うディティールもあるしっていうことで、なんかね、気の利いたバックパック、お探しの方いいのではないかなと思います。おすすめです。お値段は2万9000円ですね。29,000円、はい、ね、シンプルでよくないですか。シンプルで、素材はこれナイロンかな、ナイロン100だったと思います。
はい、100% ないわ。ございますか。結構いいと思いますね。いいね。ここ持つの俺結構好きやな。ショートもいいですけど、ここ持つの。はい、そんな感じで何かね、バッグね、お探しの方、ぜひ、はい、おすすめです。はい、そんな感じでございまして、じゃあ早速ちょっと T シャツの方を着ていこうかなと思います。はい、T シャツ着てみましたらどうでしょうか。はい、最初言っていきます。こちらサイズ2でございます。サイズ2でお値段1万2000円でございますね。はい、はい、サイジングおよびこの T シャツのパターン、ボディなんですけど、これは多分3、4シーズン、18年の秋冬以降使われている、まあ、クードスのオリジナルのボディでございまして、なので、まあ、お持ちの方もしね、持っていらっしゃる方は、あ、それですっていう感じの、どうですか、まあ、サイジング的にはスタンダードというか、あんまりこうなんだろうな、めっちゃでかいとか、なんかそういうことはないですね。はい、で、ちょっとこう、リブが太めなのがちょっとポイントかな。リブが太めで少し首、襟元がちょっと詰まってるっていう感じですかね。はい、です。で、まあ、プリンターさっきもね、ご紹介した通り、こういう感じで、はい、シルバーの。なんかね、だからちょっと電話番号っぽくもあるし、離れてくると何だろうな、なんか虹ですかみたいな、なんかそういう感じもあるし、なんかちょっと面白いですね、記号っぽい感じがね。もうこうね、もうタスクとか仕事、メール、仕事、あ、これはポイズンですっていう感じ、あーみたいな、これなんかそういう意味合いに、僕の解釈ですけどね、まあ、いろんな解釈があっていいと思いますし、それが面白いところかなと思いますけども、はい、なんかね、これ何ですか、これ太陽かな、太陽なのか歯車なのかちょっと分かんないですけども、なんかちょっとこうワーク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 っていう、ワークワークポイズンみたいな僕はそういう、ニュアンスを受けました、ね、フォーエバーヤング、だからなんかちょっとこれは皮肉っぽい感じするんだよな、フォーエバーヤングっていうのは。だから逆に言うと、こういう言葉とか2020年、21年、20年ずっとやっててフォーエバーヤングなわけないやんみたいな、僕はそういう解釈をしてます。まあ、反面教師にね、こうならないように、はい、しましょう。なんかちょっとこうブラックユーモアっぽいのが効いてる気が僕はします。はい、よくないですか、なんかクードスっぽいなと思います。はい、で、生地感、これ僕も昨シーズンのかな、 T シャツ持ってて同じボディなんですけど、非常に着心地よくて、これ着心地いいし、洗濯してもへたらないし、うん、非常にいいんです。サラッとしててソフトで、で、厚さもね、どうだろうね、まあ、厚くはないんですよ、なんか厚手のヘビーなっていう感じではないんですけど、はい、まあ、ちょうどいいんじゃないですか。なんか本当これは今すぐ消えるかなと、本当今すぐ消える、ピースかなというふうに思いますね。今季だと、あ、でもまあ半袖の T シャツはこれだけですね、うちは。はい、白の方もいいんじゃないですか。白の方がやっぱそのプリントのね、シルバーとボディの白がちょっと同系色というかなので、まあ寄りで見るとっていう感じかな、と遠目で見るとね、ちょっとグレーっぽいなんかあるかなみたいな、よくよく見るとあ、なんか面白いねっていうね、なんか僕結構これ好きで、なんかなんとも言えない、そして人によってちょっと解釈が異なりそうな、なんかそういう T シャツでね、うん、なんかいいかなと思っております。はい、そんな感じで立ち上がり、今すぐ着れる半袖 T シャツと今すぐ使えるバックパックでございました。はい、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひともチェックしていただきたいのと、基本的に再入荷ございませんのでよろしくお願いします。はい、そんな感じです。では